わからないところがあるなら早く聞きなさいよ。だってもう少しで何かわかりそうな気がするんだもん。そう言って勉強を始めてからまだ1ページも進んでないじゃない。なんでわかったの？リンが広げてる問題集のページを見たらすぐわかるわよ。というか、なんで数学の問題集を解いてるのに地理や英語の教科書が広げられてるの？数学わかんないから他の教科書を見たら何かひらめくかなって。もうそんなことをしている暇があるならわからないってちゃんと言いなさいよ。ほら教えてあげるから。マキちゃんってなんだかんだ優しいよね。別にそんなんじゃないわよ。そのあれよ、早く終わったらそれだけ他のことができるようになるでしょ。じゃあそういうことにしておくにゃ。調子に乗るんだったら教えてあげないわよ。あ、ごめんにゃ。お願い、マキちゃん教えて。はいはい、勉強進めるわよ。うん、早く終わらせていっぱいおしゃべりしようね。